回私はチームラボプラネッツに行ってきました。新豊洲駅の目の前にあって、豊洲駅からは歩いて10分くらいだそうです。ちなみにチームラボはお台場と豊洲の2カ所にあるんですけど、お台場は家族向けで長時間楽しめ、今回行った豊洲は比較的大人向けで1時間半くらいで一周できました。到着しました。新豊洲のチームラボは期間限定開催みたいです。まず荷物をロッカーに預け、裸足になります。膝下くらいまでお水に入る場所もあったので、服装には要注意です。一応無料でハーフパンツを借りることができるので、スカートでも大丈夫でした。アプリを入れれば館内でスマホと連携できます。なんとびっくり、 Wi-Fi も完備されているので、私はここでアプリを入れました。早速真っ暗の中を歩いていきます。進んでいくと滝のようなものから水が流れていました。これは作品なんですけど、ここでみんなの足をきれいにする役割もあるみたいです。濡れた足はどうするのと思うかもしれないですが、毎回きれいなタオルを貸していただけたのでご安心を。また暗闇を進みます。床一面クッションのゾーンに来ました。歩き方がすごいことになってますね。もう途中で歩くのをやめ寝てました。進むのは大変だけど、寝るのには快適な場所でした。なんとか脱出成功です。またまた暗い中を進んでいきます。ちなみに進む道ごとに香る匂いまで違うんですよ。さすがに動画じゃ匂いは伝わらないので、行った時に香りまで楽しんでみてください。ここは本当にめちゃくちゃ綺麗で、ずっと感動してました。またまた暗闇を進んでいきます。ボールまみれの空間でめちゃくちゃ楽しかったです。次が最後の部屋でした。ここは本当に引き込まれてしまうほど綺麗な光景でした。ただ私は感動しすぎてずっと見ていたら目が回ってしまいました。これで全部終了でした。本当に綺麗で感動で楽しすぎました。チームラボは曜日によっては21時と遅くまでやっているので、お仕事や学校帰りのお出かけや大人なデートにぴったりです。映像だけでは伝わらない幻想的な雰囲気を味わえるので、ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。